決まりぐらい可愛い嫁さんはお前にはできない。僕生活かかってるんですわ。失敗したない。はい、どうも限界カップルのひまりとゆきです。今日は裸エプロンで料理してみた。またメイドじゃなくて今日のおかず。今日はデニムで行こうかな。今日は絶対体触るのやめて。なんで？寒いから。いいやん、彼氏やから。無理。じゃあ夜？夜やったらいいの？はい、ということでクッキング始めまーす。本日作る食材は唐揚げとえのきの肉巻きとサラダです。はい、食材発表お願いします。若鶏ババー、豚肉、えのき引き、パプリカ、みんな大好き生ニンニク、野菜の残り物。じゃあ、えのきを豚で包んでいくみたいな。はい、何割ってるでかい。割れなくちゃうんだよ。えのきは洗った方がいいよね。絶対洗うでしょ。え、手伝った方がいい。うん、手伝おう。ちょっとえのきはちゃんと洗います、適当にね。なんか洗い方じゃね。え、これヤバいんちゃう。え、お前あかんやろ。視聴者成立すんなよ。ちょっとやばい。今ので絶対慣れた。はい、じゃあえのき切っていきます。はい、これはもぎ取った方が早い。もぎ取ってフレッシュ。うん、ピークはね、積み立てフレッシュだ。積み立てフレッシュキュアベリー。じゃあこの肉にこのえのきを巻いていきます。うん、そうです。1、2。え、でひまりあれやねんな、昨日 TikToker の格付けランキングしてたよな。何が？正直さ、 TikTok で有名な女の子って、まあ、自分のさパーツと似たところがあったりとかしたらさ、うん、親近感湧くやん。そういうので TikTok さバズってる気する。じゃあそれ解釈していい？簡単に、うん、要するに TikToker は可愛くないってこと？いや可愛いよ。私より下って言ってるんでしょ。違うよ。正直俺から言わせてもらうと、ひまりは一番可愛いよ、全 TikToker 含めて。いや、なんかさ TikToker とかさ、よく YouTube 見たらなんか顔違うなとかあるやん。ひまり無加工のが可愛いもん。シピシピシカクタン。料理が下手なひまりでもここまでできました。すごい。ってことでエクストラバージンをここに油やっていきます。はい、おー、うまそう。ちょ待って、俺が変わるわ。危ない。ちょっと危ない危ない、危ない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 。焦げかけてます。渡してみなさい俺に。まあ結局ね、そういうこと。どういうこと？ひまりは料理してない。あ、あんたやりなさい。てかさ、最近思うんやけど、女の子がご飯作らんといかんやろみたいな、なんなんあれ。確かにね、それは俺も思うね。なんかそれって軽産物じゃない？はなから女は家事しろとか、ちゃんと家のことやれよとか、うん、おかしくないって。確かに。え、でもあれちゃん、それはさ、男が外で働いてお金稼いでくるから、女は家事やれってことなんじゃない？あ、だからそういう環境の人はまあそうする。そうね。でもさ、それにしてもさ、いちいち言ってくんなよって思う。インスタの DM とかでも来たし、うん、ブロックしたけど、あ、言っとく。ひまりぐらい可愛い嫁さんはお前にはできない。ひまりはメンヘラなんで許しちゃってください。そういうとこがあるんで。わかったならさっさと消えろ。あの、感情的になって言ってるだけなんで、本心じゃないんで、ね、本心や。ひまりは本当はいい子なんで、メンヘラでめんどくさいとこもあるんですけど、あの、夜はいいなんで。おい、あんたね、じゃあもう料理の邪魔すんなって。誰言って夜はエッチなの？邪魔せんといて。マジで誰焼いてるかな。何？お前ちげえ、お前ちげえ、お前ちげえ。シピシピ四角タン。つまり料理中に驚かすのは危ないから。ごめんなさい。うん、弱火やからええやん。てかさ、めっちゃ安いんやない？これ。え、激安やで。だってこれが300円ぐらいで、えのきが何本ある？100円でございます。コスパ良すぎでしょ。コスパ四角タンです。何よ。まだまだ邪魔せんといて。邪魔せん。え、まだまだですか？可愛い女の子どこ行きましたか？帰りましたけど。そう、はい、僕これから夜勤なんで。はい、あ、いや、触ってください。え、無理ですよ。もう帰りましたよ。ひまりちゃんですよね？帰りましたよ。僕生活かかってるんですわ。僕もね、ん、生活かかってるんですわ。あんた、ちょ、誰誰、あの店長のくせに生意気やな。何ができんねん。
さらないですわ。脱げんのか。脱げます。おらやっぱ脱がんでいいです。脱げますけど。いや、ちょ、見たくないです。脱げます。え、できたよ。何がですか。え、あの豚肉。あ、なるほど。もうそのキャラ言ってたのに。もう普通にしなんだ。え、てか待って、ティオン、なんかワキジョリジョリ。あ、それの忘れてました。ちょっと遊んできますわ。あんた撮影中やからやめなさい。あんたグランといて。え、できたよ。ガチうまそうやねんけど。え、うまそう。次は唐揚げ作ります。唐揚げはまず揉み込むことが大事なんですよね。あ、揉み揉み。うん、俺得意です。じゃあやって。はい、失礼します。今こんな感じ、卵入れて生姜とニンニク入れて、うん、鶏にし入れた。すごいやん、ひまり。なんか似たけ特に何も届くないのに、なんか似たけ子供もない。今日はね、健康米油を使って揚げていきます、はい、え、これどれぐらい。せーので。はいはい、はい、じゃあ、なんかさ、ひまりのインスタの DM にさ、欲しいものリストありますか、支援したいですってちょいちょい来るんよ。うん、で俺ら返してなかったんけどさ、ちょっと洗濯機いいですか。あのドラム式のやつ。そう、ドラム式マジで欲しい。いや、だってさ、俺ら洗濯機壊れて1ヶ月ぐらい経ってるからさ、コインランドリーに行ってんねんけどさ、なんとひまり1週間取りに行くの忘れて大切な服が消えました。ごめんごめん。しかもその中で1個めっちゃお気に入りやった俺のクロムハーツの8万円ぐらいするパーカーがあって、それが消えた。どういうこと。ごめん。俺は8万のパーカーなくしてもひまりと生活できたらそれだけでいい。気にしてない。これね、入れていきまーす。え、これさ、マジ揚げ加減大事やで。気付けてよ。やばい、油が。あ、てか俺やる、危ない。あっ、危ない、危ない。なんか焦げてきた。はい、オッケー。大丈夫やった、ひまり。怪我してない。うん、いけどない。よかった。それだけでいい。唐揚げは多分失敗してるけど、ひまりだけどなかったら俺それでいいよ。え、どうした。え、ひまり、待って、待って、ひまり。どうしたん、どうしたん、ひまり。失敗したとか言う。失敗してない。間違えた。声出していこう。おい、おい、あ、部活思い出そう。おい、おい、ワンツー、ワンツー、剣道部思い出せ、剣道部思い出せ。おい、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 ワンツー、ワンツー。ちょっと今にトイレ行ってくるわ。あ、オッケーオッケー、任せて。正直ね、先いろいろ言ったんですけど、ひまりが作ったら何でも美味しいんですよ。ティヨーン、やばい、あんたトイレ長いわい。お待たせいたしました。え、コンカフェができたわ、見て。うそー。次野菜を作りますね。あの、私喉乾いたら喋れなくなっちゃうので、私にドリンクおろしてくれませんか。可愛い顔してくれる。はい、じゃあいいよ。ありがとうございます。話やぞ。3997 3997。お、飲みプリーね。ね、お疲れ、今日も。今日もお疲れ。ちょっと下品。なに？静かに、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 静かにね。あ、オッケー、うまそう。え、めっちゃうまそうやで。ピヨン、おいで。え？え？あれ、さっきのコンカフェ嬢は？とにかくありがとうございました。奇遇ですね、ほんま。ほんまに奇遇やわ、店長。詐欺？何がですか？徳ちゃんほんまに美味しいですわ。あ、ちょっともう帰るんで、ちょっとごめんなさい。なんでですか？ドリンク代払って帰ってくださいよ。いや、あの、あんたに払うドリンクないんで、ちょっとあの、この詐欺店ちょっと悪徳なんで、ちょっと帰ります。あんた金払うと犯罪やで、そのまま。あ、警察、ほら、あんた警察呼びますよ。警察呼びますよ。こっちが専用やわ。こっちが専用ですわ、ほんま。何言うてんの。こっちが専用やわ、ほんまに。はい、もう大丈夫です。もう大丈夫です。あ、お疲れ様です。シワシワ唐揚げ。なんか笑い声聞こえるね。めちゃくちゃ怖い。